負傷した労働者鉱山事故労働災害とは、労働者が業務に起因してこうむる災害。労働者が労働に関連する場で事故にあったり疾病にかかること、短縮する場合は労災と呼ばれる。この記事では、まず各国における労働災害の統計や各国での傾向、各国の関連放棄や、それの適用の実情や、労働災害関連の諸問題などを解説する。 スイスの例を挙げると2002年6月に人の移動の自由に関する協定が発行されて以降スイス以外の国から国境を越えてスイスの会社に通勤する人の数は近年着実に増えており2013年時点で27万人以上が国境を越えスイスで働いていて統計局の調べではその内訳はフランス人、イタリア人でドイツ人、オーストリア人となっていた そして2019年時点では越境して、スイスで働く労働者は31万2000人強。越境労働者に発行される G タイプの滞在許可証を保持している人は2019年時点では、スイスの労働者全体の6%を占めるという状況である。外務省の統計によると、2018年10月時点で日本国外に在留している。 日本人の数は135万1970人であり、長期滞在者は86万7820人で、外国在留日本人全体の約64%を占め、永住者は48万4150人。厚生労働省の統計によると、2018年時点で日本で働く外国人労働者数は約146万人で、 前年同期比14.2%の増加。外国人労働者を雇用する事業所数は216,348箇所で、前年同期比11.2%増。国籍別の内訳では、中国が389,117人で、外国人労働者数全体の26.6%、ついで、ベトナム316,840人。 フィリピン十六万四千六人の順であるが、対前年の比率は、ベトナム、インドネシア、ネパールが高くこれらの国からの労働者の割合が日々、増えていく状況である。米国における、労働災害カナダにおける、労働災害ブラジルにおける、労働災害ペリューにおける、労働災害アルゼンチンにおける、労働災害インドにおける、労働災害ベトナムにおける、労働災害フィリピンにおける、 労働災害台湾における、労働災害香港における、労働災害中国における、労働災害韓国における、労働災害日本で、労働災害に関連する法規としてはまず、労働安全衛生法が挙げられる。同法での労働災害の定義としては、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉塵等により、 または作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、または死亡することを言うとしている。抗議には、業務中のみならず、通勤中の災害も含む、以下、特段指定しない限り、労働災害は、講義の労働災害が対象とする、業務災害と通勤災害、補償は、労災保険法上の補償について述べる、労働災害の関連保険労働災害の数、 統計2018年に届出が行われた労働災害の数は以下のような数になっている。業務災害の防止措置は労働安全衛生法、人配法、作業環境測定法などのほか一部の危険有害業務の就業禁止や就業時間制限は労働基準法に基づく年少者労働基準規則や女性労働基準規則に規定されている。また、 労働基準法の一般的な労働時間法制も脳、心臓疾患や過労死を防止するための枠組みとしての役割を果たしている。これら法令に違反や著しい逸脱がある場合、業務災害発生の有無に関わらず、労働基準監督署等から指導を受けるのはもちろん、法令違反があれば送検され、刑事責任を問われることもある。業務災害が発生すると、 当該事業主は労働者に対して療養費用や休業中の賃金等に関する保障責任を負うことになる。しかしながら労働基準法に定める保障責任のみでは事業主に支払い能力がなければ被災労働者は実質的な保障を行われない恐れがある。そこで原則として労働者を使用する全事業上を労働者災害保障保険の適用事業として 被災労働者には、労災保険による給付を行い、事業主は、労働基準法上の保障責任を免れる。労災として認定されると、健康保険、繊員保険等での給付はなされない。従来、受け負い業務、インターンシップ、または、シルバー人材センターの会員等で、健康保険等と労災保険のどちらの給付も受けられないケースがあった、ことから、 2013年に健康保険法等が改正され、労災保険の給付が受けられない場合は原則として、健康保険等で給付を行うことが徹底されることとなった。また、労働基準法上の保障責任とは別に、業務災害について不法行為、債務不履行などを理由として、被災労働者や遺族から事業主に対市民事上の損害賠償請求がなされることもある。 事業主の安全配慮義務は従前民法の規定を根拠に判例として確立されていたところ2008年施行の労働契約法で明文化された。さらに事業主に限らず労働災害を発生させたとみなされるものは警察による捜査を経て送検され警報上の業務上過失致死傷罪等に問われることがある労働者の業務上の負傷、疾病、障害または 死亡を業務災害という、業務災害として認定されるためには、業務に内在する危険有害性が現実化したと認められることが必要で、その前提として、労働者が使用者の支配下にある状態にあると認められなければならない。業務遂行性が認められる場合は、主に以下の通りである。業務上の疾病については、厚生労働省令第1号第10号に、 例示列挙され、これらに該当した場合には、特段の反証がない限りその疾病は業務に起因するものとして取り扱われる。また、同票第11号で、その他業務に起因することの明らかな疾病と包括規定され、業務との間に相当因果関係があると認められる。疾病について、個別に業務起因性を認めることとされていて、これにより、請求人による、 相当因果関係の十分な立証がなされることにより、業務災害による療養中の業務外傷病や過労死、自殺もその要因が使用者の支配下によるものと認められた場合、業務災害として認定されうる。一方、労働者の積極的な指摘、恣意的行為によって発生した事故の場合や、業務による危険性と認められないほどの特殊的、 例外的要因により発生した事故の場合は、業務禁制が認められず、業務災害として認定されない。例えば、業務として強制されない社外での懇親会等は、業務災害に含まれず、また、懇親会場への行き帰りの際の事故等について、いかなる場合も、通勤災害とはならない。また、一般には、第三者の犯罪行為は除かれるが、第三者の犯罪行為であっても、 業務、または、通勤に内在する危険が現実化したと評価される。場合は、対象となる。例えば、警備中の警備員が、暴漢に殴られた場合などは、対象となる。個人的支援により、偶然職場や通勤途中で知人から殺されたような、場合は業務に起因するものとは言えず、対象外とされている。また、戦争、内乱なども同様である。特別加入者の場合は、 業務等の範囲を確定させることが通常困難であることから厚生労働省労働基準局長が定める基準によって認定を行う具体的には以下のような場合には業務遂行性は認められない労働者の通勤による負傷、疾病、障害または死亡、通勤災害という通勤災害は直接には使用者に保障責任はないが 勤務との関連が強いという判断のもと、昭和48年の法改正により、労災保険の適用が認められた。通勤とは、労働者が就業に監視以下に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により、往復することを言い、業務の性質を有するものを除く、住居と就業場所との往復、住居として、労働者が居住して、日常生活のように供している場所と認められれば、 単身不妊先の住居が認められ、さらに反復性や継続性が認められれば単身、不妊先と帰省先の双方が住居として認められ得る。また、長時間残業、新規不妊、転勤等の勤務上の事情や、交通事情、自然現象等の不可抗力的な事情により一時的に通常の住所以外の場所に宿泊するような場合には、やむを得ない事情で、 就業のために一時的に住居を移していると認められるので、ホテルや病院、親族宅も住居として認められうる。逆に、友人宅で麻雀をし、翌朝そこから直接出勤する場合らは、就業の拠点となっていないので、住居とは認められない。往復とは、不特定多数のものの通行を予定している場所での往復を言う。したがって、住居の敷地内または、占有部分内は、 対象とならない。例として、通勤時の玄関先での転倒による負傷が、私有地内での事故を理由に不支給とされたものがある。派遣労働者については、派遣元事業主、または派遣先、事業主の指揮命令により、業務を開始し、または終了する場所が、就業の場所となる。したがって、派遣労働者の住居と、派遣元事業場、または、 派遣先事業場との間の往復の行為は一般に通勤となる厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動厚生労働省令で定める就業の場所とは適用事業暫定適用事業に係る就業の場所特別加入者に係る就業の場所及びこれらに類する就業の場所を言う具体的な就業の場所とは 本来の業務を行う場所のほか、得意先から直接帰宅する場合の当該得意先、全員参加で出勤扱いとなる、会社主催の運動会会場などが該当する。外勤労働者で特定区域を担当し区域内の数箇所の業務先を受け持って自宅との間を往復している場合、最初の業務先が業務開始の場所で、最後の業務先が業務終了の場所となる。 他の就業の場所は、労災保険の通勤災害保護制度の対象となる事業上に限る。これは、通勤災害に関する保険関係の処理は、終点たる事業上の保険関係で行うこととされるためである。他の就業の場所から、厚生労働省令で定める、就業の場所への移動は、必ずしも通勤に該当するとは限らない。一の往復に先行し、または、 皇族する住居間の移動であって、所定の要件に該当するもの転勤に伴い、やむを得ない事情により、配偶者、子、要介護状態にある父母、親族等と別居することとなった場合に、帰省先への移動に反復性や継続性が認められれば、単身赴任先と帰省先との間の移動が通勤と認められ得る。実態等を踏まえ、就業日当日の移動。 あるいは、出勤前日、退勤翌日の移動は就業との関連を認めて、差し支えないが、前々非前、翌々非後に行われた移動は、交通機関の状況の合理的理由がある場合に、限り就業との関連を認められる。通勤によるとは、通勤と相当因果関係があること、すなわち、通勤に通常を伴う危険が具体化したことを言う。具体的には、通勤の途中で、 自動車に引かれた場合、電車が急停車したため転倒して受傷した場合、駅の階段から転落した場合、歩行中にビルの建設現場から落下してきた物体によって負傷した場合、転倒したタンクローリーから流れ出す有害物質により急性中毒にかかった場合らは該当する。一方、自殺や被災者の故意による場合、怨恨を持って喧嘩を仕掛けるといった行為は、 通勤に通常を伴う危険とは認められない。就業に関しとは、移動行為が業務につくためまたは業務が終わったために行われるものであることを言う。所定の就業日に、所定の就業場所で作業を行うことはもちろん、本来の業務でなくても全職員に参加が命じられ出勤扱いとなる。会社主催の行事に参加する場合、事業主の命を受け得意先を接待する場合等も、 該当する。また、所定の就業時刻をめどに住居を出て就業場所に向かう場合はもちろん、喪失、遅刻、相対、一時帰宅の場合でも対象となるが、私生活上の必要等で往復した場合は対象とならない。また、労働組合活動等で、就業と通勤との関連性を失わせると、認められるほど長時間の喪失金、死退者も対象とならない。なお、 日々雇用されるものについては、継続して同一の事業に就業しているような場合は、就業することが確実であり、その際の出勤は就業との関連が認められるし、また、公共職業安定所等でその日の紹介を受けた後に紹介先へ向かう場合で、その場所で就業することが見込まれるときも、就業との関連を認めることができる。しかし、 公共職業安定所等でその日の紹介を受けるために住居から公共職業安定所等まで行く行為は未だ就職できるかどうか確実でない段階であるから就業のための出勤行為であると言えない合理的な経路及び方法とは社会通年上一般に通行するであろう経路、是認されるであろう手段を言う会社に申請している通勤方法と異なる通勤方法であっても それが、通常の労働者が用いる方法であれば問題はない。通常利用することが考えられる経路が2、3ある。場合は、そのいずれもが合理的な経路となる。他に交換後する者の,のいないとも稼ぎ労働者が、託児所、親戚宅等へ子を預けるために取る経路などは、そのような立場の労働者であれば当然就業のために取らざるを得ない経路であるから、合理的な経路となる。一方、 特段の合理的な理由のない著しい遠回りは合理的な経路とはならない。また経路は手段と合わせて合理的なものであることを要し、交通禁止区域の通行、自動車運転免許を一度も取得したことのないものの、自動車の運転、泥酔した状態での自動車の運転は合理的とは認められない。飲酒運転や単なる免許証不形態、 免許証更新忘れ等による無免許運転は必ずしも合理性を欠くものとして取り扱う必要はないがこの場合においては諸般の事情を勘案し給付の支給制限が行われることは当然である。なお通勤経路の途中で通勤とは関係ない目的で合理的な経路をそれた場合や通勤とは関係のない行為を行った場合は 些細な行為を行うに過ぎない場合を除き、その時点で通勤とは認められなくなる。ただし、逸脱、中断が日常生活上必要な行為で、厚生労働省令に定められているものである場合、または、やむを得ない自由によりを、なお、逸脱、中断の間における事故は、いかなる場合でも、通勤災害にならない、日常生活上必要な行為で、 厚生労働省令に定められているものとは、以下の通りである。通勤による疾病については、労働者災害保障保険法施行規則第18条の4により、通勤による負傷に起因する疾病、その他通勤に起因することの明らかな疾病と規定されている。労災保険第2種特別加入者で以下のいずれかに該当するものは、通勤災害が適用されない。 労災保険の任意適用事業所に使用される非保険者にかかる通勤災害については、それが労災保険の保険関係成立の日前に発生したものであるときは労災保険ではなく健康保険等で給付する。業務災害と認められた、例業務災害と認められなかった、例通勤災害と認められた、例通勤災害と認められなかった、例事業者は、 労働災害が発生し、労働者が死亡し、または4日以上の休業したときは、遅滞なく、労働者死傷病報告を、所轄労働基準監督署長に提出しなければ、ならない。これを怠ったり、事実と異なる報告をすると、労働安全衛生法違反となり、違反した事業主等は50万円以下の罰金に処せられる。なお、休業がなかった場合、または、 通勤災害の場合は報告の必要はない。休業が3日未満の場合は、四半期ごとの提出で足りる。厚生労働省の調査では、労災死傷者数が多いのは、労働者数そのものが多い飲食、小売りなどの第三次産業や、人手不足、工場の老朽化などが指摘されている、製造業となっている。しかしながら、労働者死傷病報告を提出しない、あるいは、 虚偽の報告をする、いわゆる、労災隠しによって、書類送検された業種で多いのは、圧倒的に建設業となっている。建設業で労災隠しが多い原因として、以下の点が指摘されている。労働者災害保障保険法上は、労働災害があった場合でも、労災保険を使わずに、労働者が自費で支払ったり、事業者が保障したり、また代表者のポケットマネーで治療を行うことは、 違法ではない。労働災害の場合であっても、労災の治療費、休業保障を請求しないことも違法ではない。しかしながら、当初は事業主が被災労働者に費用を出して黙らせていたものの、長引いた不況等の影響で出し渋った結果、次第に労災隠しが表に出てくるようになった。労災隠しは、労働災害防止対策の確立や、再発防止、予防を妨げるものであり、 発覚時には事業者が厳しく罰せられることになっている。命令により労働に従事したことにより発生した労災に関して管理者に業務上過失致死傷罪など刑事罰を適用すべきか議論がある。関連期間観公職目標設定2013年4月から2018年3月の5年間を計画期間とする第12次労働災害防止計画によれば 誰もが安心して健康に働くことができる社会を実現することを目指し、死亡災害の撲滅を目指して、平成24年と比較して、平成29年までに労働災害による死亡者の数を15%以上減少させること、平成24年と比較して、平成29年までに労働災害による休業4日以上の死傷者の数を15%以上。 検証させることを目標として掲げた。これらを受け、2018年4月から2023年3月の5年間を計画期間とする第13次労働災害防止計画では、一人の被災者も出さないという基本理念のもと、働く方々の一人数とがより良い将来の展望を持ちうるような社会を目指し、死亡者数を2017年と比較して、 2022年までに15%以上減少させる、死傷者数を2017年と比較して、2022年までに5%以上減少させるを目標として掲げた。都道府県労働局長は、労働災害が発生した場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、当該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害が発生した。 事業上の総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に、都道府県労働局長の指定する者が行う、講習を受けさせる、よう指示することができる。この指示を受けた事業者は、これらのものに指定された講習を受けさせなければならない。第一線、労働災害スイス情報。 論議及ぶスイスの現状を2013年 AB スイス情報、越境労働者、外務省、海外在留法人数調査統計、外務省の海外在留法人数調査統計のウェブページから、平成30年要約版の Excel ファイルを開くと、出典の内容が確認できる。外国人雇用状況の届出状況まとめ構成、労働省、 令和元年5月17日安全課平成30年における労働災害発生状況について健康保険の被保険者または被扶養者の業務上の負傷等について孫、祖父母及び兄弟姉妹については同居かつ扶養していることが要件であったが、労働者災害保障保険法施行規則第8条第5号が改正となり、平成29年1月1日より、 当該要件は撤廃された、労災保険の通勤災害保護制度が変わりました。労災隠しとする表記も見られるが、本校では、因の字が、常用漢字であることから、労災隠しと表記する。労働災害統計厚生労働省、ABC 週刊ダイヤモンド2014年12月20日号、労基所がやってくる。P52 第12次労働災害防止計画について、 厚生労働省第13次、労働災害防止計画について、厚生労働省、ありがとうございます。